こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、なんとね、無料で手相をね、見てもらいましたんで、ちょっとね、その話をしようかななんて思います。まあ、なかなかね、無料でね、見てもらえるなんてことね、めったにない機会でしたので、ちょっとね、まあ、ある方からね、紹介されて、まあ、無料でね、手相を見てくれるよ、みたいな、そんなね、感じで紹介されたんで、じゃあ、やってみようなんて言ってね、まあ、それね、インスタグラムでね、やってまして、まずね、その方をフォローして、それで DM にね、こう右手の写真をね、こう写したものをね、送るだけ。それでね、まあ手相を見てもらえる。それでね、結構ね、自分はね、すごいね、いいこと書いてあって、なんかね、ちょっとね、嬉しいっていうようなね、そんなね、感覚になりまして、ちょっとね、今度ね、まあ、有料版の方もね、まあ、有料、まあ、無料なんでね、まあ、2箇所ちょっとね、見てもらってあったんですけど、まあ、どこを見てくれるかっていうのも全くわかんないかったんですけど、こうね、右手の写真を送っただけでね、まあ、手相をね、見てくれるって、まだね、そのね、キャンペーン無料でね、まあ、やっているっていうようなね、そんなことですのでね、ぜひね、ちょっとね、皆さんにもね、やってもらいたいなーなんて、そんな風にね、思ったんですけど、その方ってね、まあインスタグラムの名前の方が歩み、なんかね、米印みたいなのがプップって2つ縦になんかちょんちょんで、無料手相占い実施中さんっていう方がね、やっているんですが、まあなんていうんですかね、アットマーク、まあ調べるときはね、アットマーク歩みアンダーバー手相でね、ちょっとね、調べてっていうか検索してもらえればね、出てくると思います。まあちょっとね、アイコンがね、まあこんな感じのね、アイコンにね、なっているんで、まあすぐね、出てくると思いますので、まあ、アットマーク、あゆみ、アンダーバー、手相でね、ちょっとね、検索してみてください。それでね、自分のね、ちょっと検索、手相を見てもらったね、結果っていうものをね、ちょっとね、紹介するんですが、まあちょっとね、その画像をここにね、ちょっと貼り付けますね。それ見ながらね、ちょっとね、説明していきます。ちょっとね、書いてるのをね、読むだけなんですけど、ちょっとね、まあ、今からね、まあ、どういうふうにね、占ったかって見てもらったかっていうものをね、ちょっとね、紹介します。はい。まず、一つ目。右手の金星感って読むんでしょうかね。金星感が人差し指と中指の間から薬指と小指の間まで美しい輪を描いています。この特別な手相を持つ、特別なってね、なんかね、すごいね、いいフレーズだなって思ったりもしました。特別な、手相を持つあなたは非常に魅力的で感受性豊かです。魅力的っていいですね。なんかね、自分魅力的、魅力がね、ないみたいなね、そんな風にね、ずっと思ってて魅力的にね、少しでもなれればいいなぁなんて思って、笑顔でいたりとかね、そんなことをね、まあしていたから、もしかしたらね、その辺がね、もう魅力的っていう言葉にね、繋がってるのかなぁなんて思ったりもね、しました。まあ、非常に魅力的で感受性豊かです。周囲の人々を引きつけ、素晴らしい洞察力と理解力を提供するでしょう。あなたの魅力的な性格に惹かれ、その豊かな感受性が成功と幸福をもたらすでしょうっていうね。まあ魅力的っていうね。で、まあそういったね、性格。まあ性格はね、悪い方じゃないななんてはね、思っているんですけど、でもね、こうやってね、実際言われると本当にね、嬉しいななんて思います。まあこれがね、まあ、ここの辺からね、こっちからね、こういう感じでね、なんかちょっと自分はね、うっすらしかね、見えないんですけど、そういったね、ものがね、あるっていうことで、まあ、こんなね、占い結果、手相のね、結果ですね。それでもう一つはね、マネジメント線が現れていると、マネジメント線っていうんですね、これ。マネジメント線が現れていると、管理能力に優れ、人を上手にまとめることができます。人や資源、お金などを効果的に管理し、周りの人の特性を理解して適切な役割分担を促進します。自分自身が動くのではなく、他者を動かして利益を上げたり、目的を達成する傾向にあります。思いやりがあり、対人関係を円滑にし、
組織の目標達成に向けて力を発揮しますっていうようなね、そんなね、まあ、手相をね、言ってくれたんですけど、マネジメント能力。まあ、自分はね、なんかね、コミュ障でね、なんか人とこう、うまくね、接するのが苦手っていうんですけど、こういうね、ことをね、まあ、手相を見てもらってね、こういうふうに言われるとね、あ、そうなのかなってね、そんなふうにね、思って、まあ、管理能力に優れているっていう、まあ、お金の管理とかそういったのはね、結構ね、まあ、昔はね、すごいね、あまり管理できなくて、それでね、借金ばっかになってしまったなんてこともありますけど、今はね、しっかりね、管理もできてますし、やっぱりね、こう、まあ、人をね、配置したり、そういったするものではね、係ではない、係っていうかね、そういう役職でもないんですけど、でもね、やっぱりね、人をね、うまくね、使って、何かね、する、まあ、今ね、アルバイトでね、まあ、日雇いのね、バイト、まあ、アプリでね、見て、日雇いの人たちがね、こう、毎日ね、アルバイトでね、来てくれる、そういった方たちにしっかりね、指示はね、出せるようにはね、なってるかな、なんて、そんなことも思ったりもしますし、まあ、だからね、まあ、このね、手相、そういうね、面もね、あるんだな、っていう風にね、思って、それでね、ふと考えると、あ、そうだよな、っていう部分がね、すごくね、ありまして、なんかね、なんかすごいね、自分はね、この手相を占ってもらって、本当にね、なんか気分がね、良くなって、あ、じゃあ、こうしようとかね、ああしようっていう新たなね、こう自分のね、こう目指すところっていうか、そんなものがね、こう芽生えてきているっていうようなね、そんな感じですので、ちょっとね、今度ね、有料版の方もね、まあ、調べても、見てもらって、それでね、どんなね、ものが、手相でね、あったのかとか、そういったのもね、ちょっとね、紹介しようかななんて思いますんでね、またね、続編をね、お楽しみください。なので、ね、今日はね、インスタグラムでね、まあ、ちょっとね、紹介されて、まあ、無料でね、手相をね、占ってもらった、まあ、歩み無料手相占い実施中さんっていうね、まあ、アカウント名で、アットマーク、歩み、アンダーバー、手相でね、ちょっとね、調べてもらって、ちょっとね、皆さんもね、まずね、フォローして、それでね、DM で右手の写真をね、送るだけなので、もしね、よかったらね、ちょっとね、やってみてもらってください。はい。それでね、もしね、鑑定結果とかね、そのものね、よかったらね、それをね、またね、誰かにね、紹介するっていうようなね、まあ、良くなくてもね、紹介するっていうのはね、すごくね、まあいいことですので、まあそれのね、輪がね、どんどん広がっていってね、まあみんながね、こういうなんかね、すごい自分はね、すごい幸せなね、気分になれたっていう、みんながね、こうやってね、そういったことをきっかけにね、なんか幸せな気持ちに、ね、なれればいいなぁなんて、そんな風に思いましたので、ちょっと今日紹介をしてみました。はい。ではね、今日の話が良かったなって方は、グッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録、お願いします。では、今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ついてる、ついてる。ありがとうございます。